丸藤聖堂、丸藤聖堂、丸藤直道、1979年9月26日体は、日本の男性プロレスラー。埼玉県北足立郡吹上町、現、高野市出身、プロレスリングのは所属。軽い身のこなしが特徴で、トップロープやコーナーポスト、エプロンサイドなど、リング全体を活かした技を得意としている。ただし、アマチュア時代は、 レスリングの経験に加え、スーパータイガー時に所属していたこともあり、関節技やグラウンドの技術についても高いものを持っている。過去に、高山義弘がプライド S 参戦する際には、高山からの要請により、スパーリングパートナーを務めている。プロレスラーとしての技術に対する評価は高く、他団体の多くのレスラーや関係者から称賛されることが多い。 ジュニアヘビー級だけでなく、日本のプロレス界を牽引する一人、100年に一人の、サイ、ババ、ミサワの DNA を持つ男とも呼ばれる。王座獲得についての記録も多く、GHC、グローバル・オナード・クラウンの4王座をすべて獲得した、最初の選手である。また、グローバル・オナード・クラウンにグローバル、ハード・コア・クラウンを含めたノアが保有する5王座のすべてを、 獲得しているのは、現在のところ他団体を含めて丸藤のみである。さらに、2015年の時点で、メジャー3団体、新日本、全日本、ノアの、ジュニアヘビー級のシングル王座をすべて獲得した、唯一のレスラーである。丸藤は、幼少の頃からやんちゃであり、家にいるよりは、外で遊ぶのが好きであった。4兄弟の末っ子であり、 よく兄弟でプロレスごっこをして遊んでいた。丸藤が本格的にプロレスファンになったのは兄が買ってきた週刊プロレスの表紙に掲載されていたロードウォリアーズに一目惚れしてからである。ロードウォリアーズに心を奪われた丸藤は中学生になると徐々にプロレスラーになる準備を始めた。中学に入学するとスラムダンクの影響と身長を伸ばすためにバスケットボール部に入部。 長谷博ろを筆頭に、レスラーの著書を参考にし、自宅では新日本プロレス伝統のトランプ練習も取り入れながら、体を鍛えた。当時について丸藤は後に、他になりたい職業がなかったし、プロレスしか頭になかったんで、僕らは四天王、三十四時代、爆発的に人気がありましたよ。新日本も夕方に流れてたし、全日本もテレビ埼玉では午後6時くらいから、 再放送があったし、その中でも、三沢、三春さんと、武藤、刑事さんは、スタイル的に自分が目標としていた人、ああいう風なプロレスラーになりたいなと思ってましたと、語っている。プロレス入り以前にプロレスを生観戦したのは、近所の熊谷市民体育館で2、3回程度しかなく、見るというより自分がやってみたいという意識が強かった。中学二年生後半の進路相談では、 俺はレスラーになると言い切ったが、親から高校ぐらいは出なさいと反対され、そこで将来的に何が役に立つかを考えた。埼玉栄高校に入学し、レスリング部の見学に行くと、顧問の先生がちょうどプロレス好きという縁もあり、入部を決めた。レスリング部の同期には新日本でメディカルトレーナーを務めている新しい栄一郎がおり、 丸藤は怪我でデビューを断念した新島について、彼が怪我してなかったら確実に試合してただろうね。もしかしたら、E1 グップジュニアをかけて対戦してたかもと懐かしむコメントを寄せたこともある。高校時代は近所の書店に頼んで自宅に届くようにした、週刊プロレスは読んでいたが、気持ちは総合格闘技、シュートの方へと言った。レスリングではインターハイ出場経験もあり、 一学年上には、柔道部所属の肘形隆がいた、平柳玄半とは、高校生の時に2回試合を行い2回と向かった。ちなみに、この埼玉栄時代の卒業前には、ロンドンブーツ1号2号の番組に、全日本プロレス入団内定という触れ込みで、名前を明かさなかった上、少しではあるが出演を果たしている。また、高校時代には、大宮のスーパータイガージム、 当時は、朝日昇、る、沿線井上が、在籍に通っていたことを自ら明かしている。高校2年生時、キングダムの入門テストに合格しているが、キングダム崩壊により、入団は果たされなかった。1997年12月、高校3年生の冬休み中に全日本プロレスの合宿場に仮入門という形で一見住み込み、新弟子体験を果たす。この時は、 このチャンスを逃せば、プロレスラーになることはできないと自分へプレッシャーをかけ、せっせと練習や雑用をこなしていた。卒業後、全日本プロレスに入門。1998年8月28日、愛知県岡崎市体育館の金丸義信線で、プロレスラーとしてデビューを果たした。 入門5ヶ月でのデビューは、師匠の三沢光春の5ヶ月に続く異例の速さである。このデビュー戦では三沢が、おふるにサインを入れて、コスチューム屋にプレゼントしたそのタイツで間に合わせた。それまでの全日本では、新人は基本技だけで試合を組み立てなくてはならないという伝統があったが、三沢から、やれるなら何でもやれと助言されたこともあって、空中殺法を駆使したファイト見せた。 マルフジはジャイアントババ存命中最後にデビューしたレスラーとなったため当時はババの最後の弟子とも呼ばれスポーツウルムス日本テレビで特集を組まれたこともあ。ババの肩の上からミサイルキックを繰り出したこともある。その後憧れだった三沢の付き人を務め見習良扱いでアンタッチャブルに所属する。2000年7月 三沢を中心とした新設されたばかりのプロレスリング、ノアに移籍する。師匠、三沢がリーダーを務めるユニット、ウェーブの一員として参加した。ババと過ごした短い日々と三沢について行ったことについて丸藤は、関わった時間は短いですけど、ババさんに触れられたことは、自分の中で素晴らしい思い出になってます。当時の全日本はいろいろあったけど、俺は、 三沢さんについていくだけでしたよ。社会人としても右も左もわからなかったし、お世話になってる三沢さんの言葉を信じるしかなかった。俺が突っ込んだ質問をできる立場でもないし、当時はただ頷いてばかりでしたねと10回したことがある。2001年12月19日の有明コロシアム大会で、当時ゼロアン所属の高井は隆一を破り22歳で、他団体に流出していた。 GHC ジュニアヘビー級王座を奪還した。2002年1月20日、視察のために新日本の重心サンダーライガーと田中ミノルがやってきていたが、丸藤が自身の試合後にマイクを取り、ノアのジュニアは最強ですと挑発したことで、ライガーが武器で新日本との対抗戦に発展する。しかし、3月に左膝じ帯を損傷し、 まともに歩けない状態でありながら4月7日に、橋誠との2度目の防衛戦に臨んだことからさらに、膝の状態が悪化、レフェリーストップで破れることとなった。復帰直後の2003年に1月に三沢とのシングルを経験するも、結果は丸藤の敗北に終わった。これを機に、丸藤はウェーブを脱退し、三沢の付き人も同時に卒業する。その直後から、 月国城を旗印に、同じく若手のワイルド E、森島武志力子を武志や健太と共闘をはじめ、ジュニアの体のままヘビーに挑戦と目標を定める。この一環で2003年4月5日には、秋山一志斉藤秋年組が保持する GHC タッグ王座にも、森島と共に挑戦を果たした。同年7月には、健太とのタッグで、初代、 GHC ジュニアヘビー級タック王座決定トーナメントに参加する。順調に勝ち進み7月16日に行われた決勝戦で因縁の相手であるライガー村浜武広組を破り初代 GHC ジュニアヘビー級タック王座に君臨した。その後、ケンタとのタックは連戦連勝を重ね、ノアのジュニア戦線はヘビー級を上回る人気を得するようになる。 2004年9月10日、パンクラスの鈴木実と対戦した。試合には敗れたが、鈴木は丸藤を大きく評価しその後、意気統合し、タッグを結成した。そして、2004年10月16日には秋山が創設した白、GHC ことグローバル、ハードコアクラウンのタイトルにも挑戦する。王者、秋山とは、体格差のハンデがあったものの、リングアウト価値を収め、 第2回王者となった。これと同時に進行していたケンタとのタックでは、防衛回数を積み重ね、ジュニア版絶対王者とまで称された。K9 回の防衛に成功し、2005年5月7日8日に、行われたジュニアの祭典、第2回レファカップでも、決勝の日高薫人藤田実組を破って優勝。しかし6月5日、過去2度、 ケンタとのタックで敗れているカネマル杉浦組に3敗目を喫し、同王座から陥落した。しかし王座陥落直後の6月18日、イギリスモアカムにおいて、スコーピオダグ・ウィリアムス組に鈴木とのタックで勝利し、第10代 GHC タッグ王者となった。2006年1月22日、ケンタが持つ GHC ジュニアヘビー級王座に挑戦。 破れたものの高評価を得た。この試合で、ジュニア戦線に一区切りをつけた丸藤は、ヘビー級を超えるべく、ヘビー級戦線に参入した。3月5日の日本武道館大会では後、大シングル戦の一戦として、当時前 GHC ヘビー級王者であった田上明とシングルで対決。最後は隙をついて、完璧首固めで四天皇の一角から金帽子を奪った。 3月10日、リアルジャパンプロレスにて、ジュニア界の伝説、初代タイガーマスクと初対決。丸め込まれ破れはしたものの、佐山、タイガーを、日本のプロレスにはまだすごいのがいる。と驚かせた。4月23日、日本武道館で、小橋健太とシングルマッチを行うも敗北。9月9日、先の田上戦、小橋戦で、 タイヘビー級の自信をつかんだ丸藤は GHC ヘビー級王者、秋山に挑み完璧首固めで勝利。第10代 GHC ヘビー級王者となるのと同時に、ノア創立以来史上初の GHC 前、王座獲得、ヘビージュニアタックジュニアタック、ハードコアを達成した。10月29日には1月に GHC ジュニア選手権で敗れたケンタを、 直挑戦者に指名。初公開のポールシフトで、初防衛に成功した。この試合は、同年のベストバウトに選ばれた。しかし12月10日、三沢との防衛戦で、だれ式、エメラルドフロージョンで敗れ、王座から陥落した。2006年12月24日、第4回力道残杯を受賞。2007年4月1日に DDT プロレスリングに、初参戦。 男色ディーノとのタックで、クドマッスルカ井と対戦し、試合中、ディーノの求愛行動に手こずりながらも、ディーノの勝利をアシストした。4月30日には、海援隊ドジョにも初参戦し、演歌とのタックで、新総研法暴走ボーイライトと対戦し、雷との卑怯な攻撃に翻弄されるもしっかりと、勝利をアシストした。 6月8日にビッグマウスラードの村上和成と初対戦し、注目を集めたこの試合で大流血し、敗北を喫死した。GHC ヘビー級選手権時期挑戦者、決定リーグ戦にエントリーし、斎藤に敗れる波乱がありつつも優勝決定戦に進出する。優勝決定戦では森島と対戦し、丸藤が勝利した。優勝したことにより、第11代、 GHC ヘビー級選手権者、ミサワへの挑戦権を手に入れた。2007年9月29日大阪府立体育会館で GHC ヘビー級王座を奪われたミサワに挑戦するも変形エメラルドフロージョで敗北した。10月27日日本武道館大会にてディーロ・ブラウン、ブキャナンの持つ GHC タッグ王座に杉浦隆と組んで 挑戦、見事勝利し、第16代、GHC 択王者となった。獲得後、二度防衛をしたが、2008年5月23日、新潟市体育館で、斎藤、バイソン・スミス組に敗れ王座から陥落した。2008年9月28日、古巣の全日本プロレスで、高校時代の先輩であるドカタを、ポールシフトで破り、世界ジュニアヘビー級王座を獲得した。 10月27日、日本武道館大会で、丸藤の持つ世界ジュニアヘビー級王座とケンタの持つ GHC ジュニアヘビー級王座のダブルタイトル戦が行われたが60分時間切れ引き分けに終わり、両者防衛成功となった。この工業は、ノアの主催であったが、試合は、世界ジュニアヘビー公式、PWF ルールで行われ、場外カウント10という方法が取られ、レフェリーは、 和田恭平が裁いている。2009年2月6日、全日本の高楽園ホールにて、和林にパワープラントで破れ王座から陥落した。3月11日の有明大会で、合体パイルドライバーをかけた際に、相手の体重が右膝にかかり負傷した。翌12日に、MRI、磁気共鳴画像装置検査を受け、右膝前十字人体断裂で、 全治休暇と診断されており、様子を見ながら4月に手術を受けた。この負傷は、年内絶望の重傷と言われた。12月6日、青木厚志、先行10番勝負第9戦、もともとは最終戦のはずだったが、中島負傷欠場のため、第9戦になったで復帰し、タイガーフロージョンで勝利を収めた。12月23日、 ノアの自身プロデュースの試合のメインイベントに出場した後、新日本プロレス、スーパー J、カップフィフスステージに出場。ノアの試合と J カップ決勝までの3連戦の計4試合を勝ち抜き、大会初の2連覇を達成した。2010年1月4日、新日本プロレス、東京ドーム大会にて王者タイガーマスクを下し、E1 グップジュニアヘビー級王座をダッシュ。 史上初のメジャー3団体、新日本、全日本、ノアの、ジュニアヘビー級シンルベルトをすべて獲得する快挙を成し遂げた。しかし6月19日、大阪府立体育会館にて、プリンス・デビットに、流れ式、ブラディサンデーで3カウントを奪われ、E1 グップジュニアヘビー級、王座6度目の防衛に失敗、王座から陥落した。7月25日、 DDT プロレスの両国国技館大会で負傷し、変形性軽椎症性神経熱症と診断された。この怪我が原因で翌月に出場を予定だった G1、クライマックスの欠場を余儀なくされ、E1 グップジュニア王者のデビットが、丸藤の代役として出場することとなった。12月5日、日本武道館大会の剣タ戦で復帰を果たした。また、 この試合では初心に帰るという意味も込めて、普段のようにオーバーマスクを着用せずに入場した。2011年4月17日、変形性軽椎症性神経熱症再発の疑いにより再び欠場となった。11月27日、有明コロシアム大会での杉浦戦で7ヶ月ぶりの復帰を果たす。試合後に杉浦からタッグを組むことを提案され、 これを受け入れた。2012年1月4日、アンムの塩崎とタッグを組み、東京ドーム大会、レッスルキングダムに2年ぶりに出場。新日本プロレスの中村晋介、矢野通組と対戦しこれに勝利する。同月中旬、昨年11月での杉浦との対戦をきっかけに、杉浦と共に、新ユニット、丸藤軍、後のブレイブを結成。 時同じくして、同ユニット加入を申し込んできた、モハメドヨネを拒絶。代わりに、アンムで居場所を失った、石森ふとしにを、同月29日に正式加入させ、同軍団のメンバーが3人となった。2月14日、ノーマーシー、高山、カニマ平柳原藩を相手にした、タックマッチ中、NMC に加入した、谷口修平が乱入。 これを見かねたヨネが、自軍に加勢する形で乱入し、試合は8人タッグマッチへと発展。試合はヨネが谷口からホールを奪い、マルフ自軍の勝利。試合後、同試合での奮闘ぶりを認め、ヨネを同軍団に加入させる。また同日、リッキー・マルビンも迎え入れ軍団の規模を拡大させた。現在、ヘビー級を主戦場にしている。 8月には前年欠場した G1 クライマックスに参戦し、リーグ戦で E1 グップヘビー級王者の棚橋博史に勝利した。これを受けて9月23日新日本プロレス、神戸大会で棚橋の持つ E1 グップベルトに挑戦したが、敗れた。2014年7月5日、永田博史を破り7年7ヶ月ぶりに GHC ヘビー級王座を手にした。 2015年1月からノアに殴り込みをかけてきた鈴木実る率いる鈴木軍との抗争が激化。3月15日、1月の年内開幕戦での試合後に襲撃された鈴木を相手に GHC ヘビー級王座7度目の防衛戦を行った敗れ、王座から陥落した。その後、鈴木とのリターンマッチを行うも再び敗北を喫した。9月19日には、 対鈴木軍の最後の取り出と言われた杉村も鈴木に敗退した。翌日に丸藤はグローバルリーグ戦2015で鈴木、または鈴木軍のメンバーが優勝した場合には団体を解散すると副社長とし、声明を発表した。結果は丸藤がリーグ戦で優勝した。丸藤はリーグ戦優勝を受けて12月23日の 大田区総合体育館大会で、鈴木の GHC ヘビー級王座に再び、挑み勝利して、同王座に返り咲いた。だが、直後に、杉浦が、丸藤に半期を翻し、鈴木軍入りを果たした。2016年1月31日の横浜文化体育館大会で杉浦と初、防衛戦を行うも、敗れて王座から陥落した。 グローバルタックリーグ戦には、矢野ーとタックを組んで出場し、優勝する。リーグ戦優勝を受けて5月28日の大阪府立体育会館大会で、ランスアーチャーデビーボーイスミスジュニア系 ES の、持つ GHC タック王座に矢野とのタックで挑戦した。丸富士から、白縫いが飛び出し会場も一体となり、勝利を収め、ノアへ473日ぶりに、 同タイトルを取り戻した。7月2012年以来の GE1 クライマックスに参戦し、開幕戦で e ワグップヘビー級王者の岡田和地下に勝利するも5勝4敗で終わった。しかし、この結果を受けて新日本プロレスの2016年10月10日、両国国技大会メインイベントで岡田の保持する e ワグップヘビー級王者に挑戦したが、赤敗した。 運動神経が良いのは、父親譲りだという。なお、二男の丸藤孝隆氏は、サテライト所属のアニメーターで、マクロスカイや、アクエリオニーバル、信長ザフールなどの作画監督や、キャラクターデザインを務めており、丸藤プロデュース大会の T シャツをデザインしたこともある。ケンタとのタッグチームは、イケメンタッグなどと呼ばれることもあった。プロレスラー引退後のセカンドキャリアについても、 意識しており、2014年8月には、自らが社長を務める新会社、キュリオシフトを設立。同社の第一弾業務として、東京、赤坂に、知らぬヒカレーシティ、S バーをオープンさせた。当面は公演者の経営するバーを昼間だけ曲がりする、形だが、先々は他店舗展開も視野に入れている。シティスバー閉店外観山に、曲がり現在知らぬイカレーグリドルズバー。 東京は倉店として曲がり営業。武藤刑事は、丸藤のレスラーとしての特徴を、見触って、デートして、力強さがあったりして、かといって寡黙な感じだけど、丸藤の方がもっと柔軟性に富んだ、容量のいいところを感じるんだよと2017年のインタビューにおいて、三沢光春との比較で表現している。団体創立から初めて全てのノア公式王座を、 獲得したほか、メジャー3団体、全日本、新日本、ノアの、ジュニアシングルベルトを制覇している。テレビゲーム好きのため、新人の頃は、ダンスダンスレボリューションの曲を使用していた。2018年9月1日、自身のデビュー20周年を記念した公行を、両国国技館で開催。メインでは、丸富聖堂と、現役、WWE スーパースターのひでみ、 ケンタとのシングル戦が実現。また、元のア所属選手を、はじめ、全日本プロレス、レッセルマイナス1、DDT プロレスリングの参戦が、決定メインカード丸富士制度 0VS、秀夫痛み34分12秒ポールシフト式、エメロドフロー状固め。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。